誘導する形になっていると言われているんです。もうちょっと OK。さあここまでジーニー君大きな吠え声を使って辻さんを誘導してきてくれましたが、実は辻さんを動かすときに現れるのはこの吠え声だけではないんです。本場ニュージーランドでは辻さんが背中の上に乗って押すようにして腕を動かすバッキングと呼ばれる方法があります。本日はそのバッキング勉強